本日2024年7月12日11時42分なんですけども、こちらの動画なんですけども、これ、自分で、まあ、編集してるんですけども、字幕をつけてるんですね。で、一回、その、自分が喋った内容をコンピューターが、聞いて、字幕はまず出て、それを、例えば今僕が喋ってる時、って言ってしまうじゃないですか。そしたらそれ、ってやっぱり出てくるんですよ。だからそういう風なところで、こう文字を、出てきてる文字を綺麗な文章に、書き換えたりっていう動作。一応これ、まあ31分ほどの、世界に向けてのエネルギーの残存量問題に関する内容ですよ。石油の残存量が、ガンダムの生みの親って、富野さんが、若い頃は、残り、80年分と言われていて、で自分が若い頃はとか、まあ、そういうふうな具体的な例とか数字を出して、いろんなことを、話してるんですけども、まあ、これ世界に向けて自動翻訳とかで、この文章さえしっかりしていれば、あとは自動翻訳のところはしっかりできると、まあ、いうような形で、だいぶまあ作業は進んだんですけども、これ結構、これもうカーソルずっと動かしてますけども、この文章量結構すごいでしょ。これ、まだここで10分なんですよ。これ全部チェックするのって、やっぱり、1時間以上かかります、かかります。普通かかります。だいぶ早く、自分が何を喋っていたかを、31分間何を喋っていたかを覚えていたら、ここの文章のところをどういうふうにするべきかっていうことがはっきりしてくるから、すぐ作れば、自分が喋ってから、まあ、1時間ぐらいで終わったりしますけど、これ、いちいちこっち側で自分が喋ってる内容とか確認しながらし始めたら、もう半日かかったりします。31分ぐらいで。で、まあ、一応物事は進んでるんだっていうことを、理解していただけるかと思うんですけど、今、ちょっとね、人に会いに行く部分のところで、パソコン教室とかに行きたかったんですけども、ちょっと近隣のところの三田市のパソコン教室、電話つながらなくなってしまって、で、まあ、パソコン教室も多分ね、まあ、1回の日時間ぐらいの授業、4000円ぐらいだったりとかするんですけども、一見稼げそうに感じるじゃないですか。それマンツーマンとかなんですよ。で、電気代とか結構かかったりとかしますから、そんなに、特別稼げる仕事でもないんですね。で、やっぱり電話つながらなくなってしまいまして、で、ちょっとね、一応物事進んでる、こっから先がよくわからないんですよ。例えば、言語の追加とかをして、で、例えばね、まあ、アゼルバイジャン語、ちょっと待ってください。まあ、アメリカ手話は、ちょっと手話っていうところが引っかかるんで、まあ、仮に、どうしましょう。どの国だったら僕のことをよく知ってくれてる人多いですかね。スペイン語、アメリカ合衆国っていうとか、ものとか、もうこういうものがあるんですけども、まあこれ押したとします。そしたらこう、スペイン語、アメリカ合衆国で、で、字幕のところで、押して、自動で翻訳、これで一応まあ、こういうふうに出てくるのは出てくるんですよ。で、まあこれで公開とかするんですけども、多分僕の下書きの、そっちの方だと思うんですね。上に文字ついてます。住んで、これがね、これできてるかどうかなんですよ。あとタイトルと意味と説明のところとか、一応これをね、まあ僕に出ることがあるとしたら、こういうふうに、コピーして貼り付けるんですけども、これで作業合ってるのかどうかわかんないんですよ、僕の方も。まだ、実際に、こういうことって、実際にできてないんで、
まあ、説明のところもこういうふうに、まあ、貼り付けてということで、まあ、公開で、これは公開済みってなってるんですけど、まあ、これでできてるのかどうか。で、このポルトガル語の方の、これ言語の方なんですけど、これ自動翻訳の方で、これはまあ利用不可っていうことで、ちょっとね、この公開済みのこちらの方で多分公開し、複製して編集とか、これも今押したら危ないかもしれないんで、ちょっとやめときますけども、これはこの最初のコンピューターの翻訳した時の自動翻訳の文字見たらびっくりしますよ。あの、漢字とかめちゃくちゃ間違えてますから。だから自分で手作業でちゃんと字幕を打ってなんですけども、ポルトガルの方これ一回消した方がいいのかな。なんとなくそうするの一回そうしますね。字幕を、ちょっと待ってください、ね。自分で 見たらいいかな。編集で一回ちょっと見てみたら、ああ、何も入ってない。あ、これならまだ、字幕、違う、これ違う。ちょっと待ってくださいよ。変更破棄で、ポルトガルのこれ一回、やっぱり消した方がいいのかな。さっきのはね、やっぱりこうなるから、一回こうやっぱ、これ削除かな。一回ポルトガルのところを削除して、これ大追加で、これで字幕、自動翻訳で、これで出るかな。あ、出ます出ます。ああ、なるほどね。ちょっとね、もう自分で手作りでね、あの、作業の仕方してるんで、ちょっとこれで公開で大丈夫なのかな。ね、公開済み編集、ああできてるできる、ちょっとまあこれ一回ちょっと進めてみますね。まあちょっとね、パソコン教室がなく、あのアビボもなんかこう電話してみたんですけども、こうマンツーマンで教えてくれそうなところがないんで、人がこう横についてとか、ちょっとね、まあなんとか自分なりに、まあまあなんとか方法を探し出して、対応したいと思います。今まだこんな状況です。